しむ音楽を楽しんでいただける定期になるのではないかなと思っております。で、なんていうのかな、ミュンたちは初めての皆さんいらっしゃったら、まあ結構アイドル要素のある曲もあるけれども、どっちかっていうとかっこいい感じの曲とかも歌ってるので、初めて見る方とかも楽しんでいただけるのではないかなと思っておりますし、あと何か今日見どころありますか、まゆさん。まあ、衣装久しぶりに着ま、この衣装久しぶりに、
ミュージックの最新の9枚目のシングルからフラッシュバックそしてサマータイムシンデレラ聞いていただきました。この CD 今もうすでに後ろにありまして、まあちょっと難しいかもしれないので、楽しめたらいいなってくらいなんですけれども、まず、イントロとアウトロ力強く、アウトロ違いました、イントロで力強く、皆さんの声入れていただくところ入ります。そして、今ずっとね、主に喋っている方が、ミヨンと申します。そして、相槌を担当しているのが、まゆちゃんです。まゆと申します。せっかくその名前を呼んでいただくところができますので、ちょっと言っていただけると嬉しいです。そして、曲のね、 B メロの途中に、ライドン。 Thank you.
ございます。今聴いていただきましたのが6枚目のシングルから Keep On という曲でした。この曲は東京のシンガーさんがね、はい、アップな感じで、そしてみんなで踊れる曲ですので、皆さんこの曲一緒に踊って、風邪、インフルエンザ等吹き飛ばしていこうと思います。では It's Showtime という曲ですので、みんなで、はい、せっかくなのでこの曲はタイトルコールをさせてください。 It's と振りますので Showtime でよろしくお願いします。初めての方もこの曲で、ぜひ生で一つにしていけたらいいなと思いますので、ご協力をよろしくお願いします。では今日の感じもいけそうですので、はい、いきなりいきたいと思いますよ。 It's Showtime。
曲6枚目のシングルに入っております。気になった方はこちらゲットしていただき、もう全部どれもが随所に入ってくるので、あ、ここだなと思ったら入れていただいて、間違ってもね、それはハッピーな間違いですので OK です。せっかくなんで、さらにこの曲をすごいいい感じなんですけど、さらに一つにしてペコレバーさんステージにお迎えしたいなと思いますので、皆さん最後まで力を貸してやってください。はい、では今月もチェリプテイクへ、本当に皆さんありがとうございました。来月も楽しいことが決まってますので、またこの先も皆さんとここでお会いできることを楽しみにしながら、感謝の気持ちを込めて最後の曲歌っていこうと思います。はい、それでは聴いてください。 Song for you I made song for youI'm sorry.
これを差し立てたが終わった後にテープ大阪定期公演というのが夕方からあったり、明日もこれをさんとご一緒して台湾ライブありますので、ぜひぜひ連日、そして連日となります。